おっさんがビールを飲みながら90ボスについて喋るやつなんですけど、ちなみに70ボスの猫ちゃんについての解説は飛ばします。てか可愛い猫ちゃんと戯れるだけですからね。はい、すいません。この1から3の番号がつくやつは攻撃のエフェクトが消えるのを待っていると間に合わないので、予兆が消えたら次移動するようにしてください。そうすれば余裕を持って受け合います。で、4人パーティーだと事故が多いこの殺戮プログラムなんですけど、哀愁に出るシステムたちがまず上と右に来るようにします。で、まあ、ターゲットサークルの左下、細かく言えば床の模様の左から3マス目、下から3マス目なんですけど、そこに集合してターゲットサークルをなぞるように念を意を捨てています。事前に打ち合わせをして決めちゃえば、ビールの回避も毎回同じタイミングになって楽なのでおすすめです。この三角のシステムが2つ出るやつは外側を向いているビームの先に行くと僕は覚えています。まあ初見の時はシステムが背を向けている方がアンチだろうと思って逆に行ってしまったんですけどね。そろそろ夕飯の肉をやりたいので今日は早めに終わりますと思ったけど、言っと終わるボタンが押せない。これでいける、いけない、あ、いけるか。